9回さあ大量リードでも守護神の登板ということになりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神マルティネス、最後のマウンドを託します。これから9回ベイスターズは代打を送ります。柴田が打席に入ります。ドラゴンズ大きく点差をつけて最終回を迎えています。アウトコース見送っています。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックス山本、今日はまだ当たりがありません。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。山本ヒットが出ます。ワンアウトランナー一塁となりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。うん、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いて、インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには代打の桑原。ヒットでランナー二塁一塁。まずはボールから入りました。ストレート打った。ショート正面抑えた。二塁送球、二塁アウト。アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。ドラゴンズが見事勝利を収めました。今日は赤星さん、